さっき静江ちゃんから電話があって昼の船で来るって。お土産何かな。おもちゃがいいよ。こら、おばちゃんにおねだりするんじゃねえぞ。じゃあ俺また廊下の掃除でもして小遣いもらっちゃおうかな。何言ってんの、ここはあんたの家でしょ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べる？うん。おいしいね。キュウリもうちょっと食べる？うん。やっぱりおいしいね。ねえ、おばちゃんって静江ちゃんと仲がいいの？うん、そうよ。なんたってご近所さんだったんだもん。それに静江ちゃんの方が年下なんだけど、私よりしっかりしてるのよね。時々お米とかミルクとか借りに行くと、ついでに晩ご飯のおかずまで分けてくれたっけ。どこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は4ね。1、2、3、4。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。これってさと、
なんでこの民宿お客が来ねえんだろう。おじちゃんの顔が怖いから。怒られると思ったろ。うん、怒ってやろうか。え、あれ、歌の通りに自分の手のひらを太陽に向けてみたら本当に透けて見えるぜ。すごいよお兄ちゃん、大発見だ。その時私は私の手のひらの中にまるで赤い太陽のエネルギーがそのまま入ってきたみたいにたくさんの光のようなものが流れていることを知った。おい、歌の通りに自分の手のひらを太陽。君、ここのおばちゃんの甥っ子なんだってね。いいところに住んでる親戚を持って幸せもんだね。おばさんは、静江ちゃん？あれ？ここのおばちゃんから名前を聞いたのかな？うん！そうなんだ。おばちゃん、お盆が終わったら帰っちゃうけど、それまでは仲良くしてね。うん、わかったよ、静江ちゃん。ところで、ここで何をしているの？海。海を見ているのよ。なんで海を見ているの？好きだから。え？海が好きだから。やすこお姉ちゃん、お姉ちゃんってさ、なんでここから通える高校に行かなかったの？あ、それはね、ここは
一番近い高校でも下宿しないと通えないからなんだ。どうせ家を出て下宿するんだったらってことで東京の高校を受験したってわけ。お姉ちゃんって少し変わってるね。え？それってどういう感じなのかな。例えば幽霊みたいに足が透明になってるとか、座敷わらしみたいになんだかぼんやりしてるとか。かなり失礼かも。ごめんなさい。でも私座敷わらし見たことあるんだ。え？どこで？どこで？建て替えられる前の自分の家。明治元年に建てられた天井の高い大きな家で、庭に夏みかんの木があるの。縁側の突き当たり、暗がりの中にあの子は立ってたんだ。でも本当に座敷わらしを見たのか、それとも夢だったのか、今となってはもうわからないんだ。それに今だと私の方が本物の座敷わらしみたいだし。わし、死んだらちゃんと家内に会えるかの。なんで？ばあちゃんはものすごい方向音痴だったんじゃ。しかもすごいドキンガンじゃ。そこら中の電柱にぶつかって歩いておった。それはものすごく心配だね。僕のおじちゃん大工さんだったんだけど。だけど何？鳥は大空を飛べるけど人間は飛べない。だから高いところが怖いのは当たり前だと思うんだけどね。え？何のこと？ん？あ、いや、何でもない。飯だぜ。
いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯は油が乗った金目鯛の煮付けとイカシューマイ、それに青菜炒めを添えてみました。あれ？やった！砂糖水塗ろう。ねえ、なんでおばちゃんこの町から出て行ったの？ええ、なんてことを聞くんだろう。僕、人はね、心の優しい人は優しい人と、性根の曲がった人はやっぱりそういう人と巡り合っていくんだよ。だから、おばちゃん曲がってるの？そうかもね。だから君も良い友達がたくさん欲しかったら、君自身がたくさん良い人にならなきゃダメなんだよ。そうなんだ。それでおばちゃんここから出て行ったんだ。ええ？本当に分かったのかな。うん。だってここの人みんな意地悪だもんね。でもここの人たち本当に意地悪だよね。ねえ、ここの民宿、お姉さんが来る前に誰か怪しい人が泊まっていかなかった？え？今のところお姉ちゃんが一番怪しいけど。ブーツよ！やめて！こんばんは。こんばんは。サイモン、実は日本に来る前は日本のお風呂が怖かったんだ。なんで？多分昔の日本映画を見て勘違いしてたんだけど、家族みんなで一緒に入るものだと思ってた。